ラッシャー扉の前からこのファミリー軍団悪役紹介のドラマは始まったのです。そして第3試合タッグマッチ30分一本勝負、さあもう今やすっかりおなじみとなったこのテーマ曲ですが、6年前のこの時点ではこのお客さんたちはこのテーマ曲で誰が入ってくるかこの時点で分からなかったわけですからね。そうですよね、そうです。今やもう押しも押される人気者、そしてノアの、いや日本プロレス界の将来を担う者と嘱望されています、丸藤直道。まだこの頃はあのトレードマークのオーバーマスクはありませんでした。そしてまだその表情には初々しさとあどけなさの残る滋賀健太郎。ここ数ヶ月ぐらいでの見た方にとっては信じられない光景なんじゃないでしょうか。そうですね、だいぶ違いますね。だいぶというかもう天地ほど違いますからね。え、これがあの滋賀健太郎選手って滋賀の息子みたいですね。もう今やすっかりパンチ軍団の、まあ、兄貴と呼ばれています滋賀健太郎ですが、この頃はまだこのような天然パーマの初々しいレスラーでした。さあそして金丸義信、ご覧のようなレインボーのこの上着を着て今入場です。さあベルトをアピールしていきます。そしてこのハードロックから井上正雄が現れました。またこのテーマ曲とのね、なんて言いますか、ギャップと言いますか、今は違うんじゃないですか、ね、って当時は ね、 ね。さあこの6年前の当時ではこの井上正雄と羽丸義信は WW のタッグチャンピオンでした。先ほど羽丸義信がリング上でベルトをアピールしたのはそのことです。195本の丸藤直道、若い6年前の丸藤です。220ポンド滋賀健太郎、サングラスもパンチもコームもありません。滋賀健太郎、赤コーナー190ポンド金丸義信。さあ金丸義信、まだこの頃は髪の毛があります。245ポンド井上正雄、そして井上正雄選手、6年前でもあまり印象は変わりません。さあタッグマッチです。今度はタッグでどのような試合を見せるか。ついにまあ言ってみればこの若手の伸び盛りの金丸と、まあ、丸藤が出てきたことによってまたお客さんの見る目がぐっと変わってくるでしょうね。そうでしょうね、若い選手ですからね。そしてやはりこの志賀選手と逆に井上選手になってくると、その全日本時代ではどちらかというとそのオーソドックスなレスリングをしていた、そうです、ね、まあ、代表格のような2人でしたから、うん、じゃあノアでどのようなファイトを見せてくるのだろう。しかもこの金丸と丸藤と組んでいる、そうですね、いろいろ何か考えると止まらなくなってくるようなマッチメイクですね。で全然井上もそこが変わった変わってないですよね。変わってない、さあ今ゴングです。先発は丸藤と金丸です。もうこの旗揚げ戦からこの2人のライバルストーリーは始まっています。まあ、この頃は GHC 王座というものはねまだできていなかったので、そうですね、
GSC ジュニアをめぐる名勝負、これから数多く繰り広げられるところですが、まだこの頃にはそういったベルトをかけたというバックボーンはありません。どうやらクリーンにブレイクしたと見せかけて、丸藤は金丸の足を踏んでいたようです。腕をロックしていきます。ディフェンスしようとする金丸の動きを読んで絞っていきますが、取り返していきます。ヘッドスプリング取り返していく。まあ、もう今やこの2人のを代表する選手、まあ、ジュニアとかヘビーとかいうくくりではなく、もうノアの金丸、ノアの丸藤という見方をされてますね。2人とも、ね、もういい選手で、どうでした、当時6年前としては。タウエさん、ね、あ、この頃はもうなんていうんですか、まあ、動きがいい若いあんちゃんってまあ俺にはできねえなみたいな、まあ、それは無理ですけど私ね。おー、ショルダースルー、これをかわしていく。おお、そのまま飛びついてのコルバタです。最終的にはドロップキックの相打ちという形で痛み分け。さあ、お互い前を取っていきます。やはりどうでしょう、この金丸と丸藤はいずれこのノアで長くやっていくにおいて、必ずその自分と、まあ、言ってみればその、まあ、階級もそうですけども、そうですね、被るだろうなっていう、自分の前にいる人間でしょうね、っていうのは予感はしてたんでしょうね。この当時からそういう何か、今ここでちょっと完全に俺の方が上だぞというイメージを叩き込んでおかないと面倒くさいことになりそうだなみたいなそこまで思ってるけど分かんないですよね若い人そんな何か心理戦を今2人の攻防に感じました。さあ、井上正雄です。さあ、至近距離からのドロップキック、功を奏して溝落ちのあたりにクリーンヒットしていきました。さあ、滋賀健太郎、そういや後頭部から背中にかけてドロップキックを打ち込んでいきます。ナックル打ち込んでいく。さあ、体を全体を使って井上正を追い込んでいきます。やはりこの頃の志賀選手、どうしてもその上背はあるんだけどウェイトが増えないっていうイメージがあったじゃないですか。田上さんからご覧になってどうですか、やっぱりそのやっぱり攻撃試合が軽いですよね。どうやっぱでも長寿よりも全然トレーニングして食べてるわけじゃないですか、やはり太らない選手というそういう体質なんでしょうね。 あとは頭も真ん中分けですねそこですか優等生ですよね、もうなんか勉強できるぞって感じですね。なんかやっぱそういったその優等生っぽいイメージがどうもそのプロレスラーの力強さというイメージを思わせないものがありますが、 そうですね、そのギャップがまた見る者にとっては楽しかったりします。田上さん の若い頃ってはいかがでしたか、やっぱ思い通りにやっぱ体はでかくなっていきました。いや、結構苦労しました僕は体は。苦労しましたか、はい、単純に食べてトレーニングしてたりじゃ無理なんですか。そうですね、全然滋賀よりも痩せたんじゃないですか。あ、そうですか、はい、もう信じて食べてトレーニングするしかないみたいな、いつかでかくなるだろうと。そう、それ思ってるしかないですねでもまあ元から持ってる骨格とかいうのも結構重要なんですよね。 ありますね、その骨の太さとか、はい、ね、それはやっぱり田上さんとかご覧になってやっぱ骨はかなり丈夫そうな。そうですね、結構骨は太い方ですかなり無茶やられても、なんか田上選手ってどんどんくらいでそれほど大きな怪我をされたというイメージはないんですよね。いや、多少ありますよ、ね何かそういうことを感じさせない。そうですかね、まあどうしてもやっぱ体ができないとそういった思いもいらぬ怪我っていうものも、はい、そうですね、ありますよね。
まあ、非常にこの見た目グッドシェイプで筋骨隆々、美しい体ではあるんですが、まあ、スーパーヘビーが名を連ねるこのノアマットでは上にのし上がっていくためにはこれからどうすればいいのかと、まさにこう試行錯誤している状況でしょう。6年前の志賀健太郎、面白い形から腕十字に入っていく、これを必死にブロックしていきます。ここはブレイク。さあ、そして丸藤にはタッチです。腕を取ってじっくりと確実に、ここはドロップキックをすかされてサッカーボールキックを食らうことになってしまいました。丸藤です。ここは足を止めてのエルボー合戦、強烈なヨーロピアンエルボースマッシュです。そして井上雅雄、さあ今までの展開を見て雅雄は、井上雅雄はこの丸藤直道どこにポイントを絞っていくでしょうか。まあこの時点からまあ、おー、豪快なショルダースルーです。言葉は悪いですが、ねちっこいプロレスをさせたら天下一品でしたからね。そうですね。ちょっとでも何か、あっここ痛いとか素振りを見せたら、なんかねちっこそうですね。そこずっと攻めるタイプですからね。なんか執念深そうですね。でもプロレスにとっては大切ですよね、その執念深さ。基本ですね。田辺さんはどうですか、そのご自身の試合に関してはやっぱり、うん、もうとにかくご自身のニックネームのようにダイナミックに攻めていこう、ガンガン行こうっていう。いや、そんな思わないですけど、まあ、やっとしか、まあ、思いついたことやってるわけですね。思いついたことこう言っては、まあ、失礼かもしれません。どちらかというと、どうですか、リズメに別にやってるわけでもなく。あんまりね、おつもの方が良くないんで、まあ、いやいや、そういう意味で言ったわけではないんですが。出るとこ勝負です。まあ、あの、様々なタイプが、まあ、プロレス界。うん、あれはいけません。おい、井上、態度悪いですね、今レフに出してなんだよって言ってましたよ。さあ、場外での攻撃を受けてカバーに入りますが、これは2でキックアウトです。どうですそしてクイックタッチです。徐々にこの井上金丸組、自軍コーナーでクイックタッチ、丸藤を徹底的にターゲットにしていきます。ヒキとした表情でボディスラムを打っていく井上正男、カバーに入る体固め、カウント2。さあ、腰を強打している期間が多くなりまして、だいぶ動きが鈍ってきました。まあ、この頃からどちらかというとバネのある攻撃を得意にしていたので、まあ、足腰やられるとね、まあ、飛んだり跳ねたりの選手なんでね、丸藤の良さというものが出せなくなってきます。それを見越した上でのこの、ああ、鼻血を出していますね。先ほどのガウジングでしょうか、顔面かきむしりでしょうか。怒りの丸藤、エルボーを打ち込んでいきますが、これは多勢に無勢です。あ、そして鼻をかきむしていきます。そして自分コーナー、カメルクラッチ、あ、何かカメラに見せつけるかのようにこういうことやらせるとうまいですからね、金丸選手はね。いやでも6年前、なんか基本的なその自分のスタイルの幹となる部分ってのはやっぱ変わってないんですね。なんかね、そういうのがありますね。ちょっとなんかその早村選手、別にあのベビーフェイスヒールっていう明確な、まあ、ファイトスタイルは持ってないんですけども、どちらかというとちょっといじめっ子っぽい、ちょっとね反則をこちょこちょって。
そういうファイトスタイルはやっぱ6年前から変わっていません。そうですね。強烈に顔面にドロップキックを入れて、さらにこの丸藤の鼻血の出血量が多くなってきました。徹底的に自分コーナーで丸藤をいたぶっています。さあ今日何発目のボディスラムでしょうか。徹底的に腰を痛めせて、今度はまたキャメルクラッチ。向こう行けよな。さあ何もしていない芝に対してチェックしろと何もしてなかったですもんね今ね。さすがにレフリーも戸惑っていました。あ、しかしタッチロープをちゃんと持っていないということでチェックされたのは逆に金丸の方でした。ストンピングが打ち込んでいく。あ、自分コーナー、丸藤のコーナーにちょっと近づきましたが、多分これはわざとでしょう。タッチさせません井上正夫です。ボストンクラブの体勢、左右に揺さぶる。そして今リバースです。入り方もまた今やらしかったですね。なんか左右に振って耐えようとする丸藤のなんかスタミナをわざとロスするかのように、どっちに行くかね、見せなかったよ。これは志賀健太郎怒りました。これが体重差でしょうか。何か壁にぶつかったかのように志賀が場外まで落ちていきました。でもやっぱりあれですね、タッグチームとしてはこう見たらもう全然井上正夫から我々吉野部組の方が高いですね。そうですね、完成されてますね、はい。まあさすが当時タッグチャンピオンだったことはあります。他団体のではありましたが、エルボースマッシュ、どうなんですか、やっぱこういうシングルプレイヤーとしてもそうですけども、そのタッグをすんなりとそのタッグワークとしてできるレースだと、やっぱそういうのもセンスなんですね。ありますね、それもやっぱり組み合いともいますし、上手な選手もいますよね。それやっぱり日々の試合の中で、あ、こいつとは違うなみたいな、そういうのは、はい、ありますね。例えばその、まあ、よくお前と組んでタッグベルトを狙おうぜっていうのは、すべてそういうのを見越した上で打つだけないというのは、そうなりますよ。どうですか田上さん、タッグってタッグとシングルどっちがいいんでしょう。まあどっちかって言われてもわかんないですね。それはでも所詮レスラーは一人ですからね。パリ一匹狼でタッグパートナー同士でもシングルのベルトをかければ戦います。そうですね、はい、プロレスラーたるもの最後は自分一人でリングの上に立っていたいと、まあ、基本的にはそんな頭に入れておいた方がいいと思います。さあブレインバスターの体勢、これは丸藤耐えていきます。脇腹にパンチを打ち込みますが、これも耐えていく。大逆に投げた。やっぱり今なんかもうバネで投げてますよね。力じゃないですよね、これはこのバネといいますか、天性の持っているこの、そうでしょうね、天性でしょうね。真似しようと思ってもできるものではありません、さあガットショットを何発持ち込んでいくブレインバスターの切り返しで、なんとか優勢に立とうとしたんですが、しかししつこいね井上。これが井上正雄選手ですよ。ご自身もやられてる時とかやっぱ思いますが、しつこいなこいつと思う。でもそこまで狙わなくてもいいだろうと。さあ志賀健太郎です、やっとタッチが成立です。さあ今までの鬱憤を晴らすかのように、おー、スイング DDT。 そして金丸に対してもボディスラムです。八面六臂の大活躍。おお、円錐と見せかけてそばと見せてバックエルボー。そしておお、エースクラッシャーの形です。今まで溜めといたりそこ全部吐き出そうと果敢に攻めましたが、勝利を奪うまでには至っていません。さあ今、という
声が上がっているのはちょっともうちょっと丸藤選手を休ませた方がいいのではないかと、そういった女性ファンの悲鳴だったでしょうか。おお、なんかあれですね、やっぱりこういっちゃなんですけども、志賀選手はなんか丸藤選手に花を持たせようとしてますね。超対空のミサイルキック、カウント2です。もちろんまあ今の時点ではこの時点では非常に丸藤選手に黄色い声援が飛ぶんですが、なんかそのファンのために丸藤にタッチしてやろうといった思いが働いたんでしょうか。志賀健太郎、人がいいですかね。さあフロッグスプラッシュ、たっぷりと体重を乗せてカバーに入る、カウント2です。今までたっぷりねちっこい攻撃をさせられた、食らわされた恨みでしょうか。ああよく見てますね。ちょっと丸藤もうかつに相手コーナーの方へロープを上げて、悪いことしました。本当に後ろにでも目がついてないとね、彼らのインサイドワークには翻弄されっぱなしです。おりゃおりゃ、ラリアット出ました。これで終わりか、カウント2。たまにこういう瞬発力のある攻撃を見せてくるところがまた怖い。いいもの持ってるんですけどね、どう、本当に素晴らしいプロレスラーだと思うんですけど、さあ担ぐか。これは志賀健太郎が必要以上に向きになってカットに入ります。見せ場を失った井上正を力なく金丸義信にタッチです。さあ黄色い声援が飛んでいる丸藤に対して、その黄色い声援を黙らせてやろうといった思惑があるんでしょうか。金丸義信羽交い締め、さあ正雄がその身左腕をタップとしか、ああっと、さあこれで大丈夫と言わんばかり、作詞作に溺れました。まあしっかりクラッチしていなかった金丸が悪いのか、インパクトの瞬間までちゃんと相手を見てなかった井上が悪いのか、ものすごい悔しがっています井上雅夫です。さあ志賀健太郎、ニュートラルコーナートップに持ち込んで腹に一発打ち込むが、そんなものは効かないとばかりにアストロシダーソイップ。おっと、もうこれで十分だろうといったムーンスタルト、これは着地かわしてバックに回るが、ここでローブロー、うまいですレフィーのブラインド。こんなスピーディーな展開ではレフィーもチェックしきれません。そしてアトミックドロップからエルボー、バックドロップ、そして金丸義信トップコーナーからダイビングボディープレス、流れるような連携を見せるが丸藤がカットに入ります。しかし流れは完全に井上金丸組のもの。あー、丸藤がカットされてしまった。リング上は志賀一人、おお球場に入れをかわしてエルボー、しかしジャーマン投げっぱなし。そしてリストをクラッチしたが、おーおーおーおお、脇固め、いや十字、最終的には十字固め、あここでタップアウト、志賀健太郎逆転勝利。19分30秒腕式逆十字固め。いや最後志賀は素晴らしい集中力でした。そうですね、相手がねぐっと気合い緩んだところね、逆十字ね、はい、がっつり決まってましたね。もう金丸義信としてはな、どうやって最後持ってこうかって一瞬なんか気の迷いが出たんでしょうかね。気の緩みでね、やられちゃったから、ね、余計効くんですよ。あなんかもう本当に反射的にタップしてましたもんね。さあ当時 WEW タッグ王座のベルト保持者だった井上金丸組をこのノア旗揚げ戦で破りました。
これはベルトに対する大きなアピールになるでしょうか。滋賀健太郎、マルージン直道です。いやもう後半ほとんど8割方をしていた井上金丸組ですが、最後に大きな落とし穴が待っていました。先に手を出したのは滋賀健太郎の方です。まあ優位に抑えるという形でしょうか。いやでもこうやってこの当時を見ればね、丸藤と滋賀はこういう何かフレッシュなタッグチームになるのかなと思ったんですが、今のこの6年後の今を見ると、あ、こうなってしまったかと歴史の長さを感じます。いや6年というキャリアは大きいです。本当に今見るとそう思います。あ、怒りの金丸、花道を今追っていきます。